そう、もう甲子園大会始まるまでの雑誌、高校野球の雑誌とかって、まあありがたいことに大体表紙僕やなってたんですけど、その甲子園後、まあそれはそうなんですけど、甲子園後僕こんなちっちゃくなっちゃってたんですよ。もう表紙でドーンやったのがこんなちっちゃくなって、はあ、サブ扱いや残酷なもんやなって思って こんにちは、田中将大です、今回はですね、ちょっと高3の、まあ、高校時代の話ですかね、大まかに言えば、高校時代の話をしていきたいなと思います。まあ、ちょっと裏話的な部分も交えながら話していけたらなというふうに思います。まあ僕は兵庫県出身で、兵庫県伊丹市出身で、高校から、地元を離れて北海道苫小牧市の方に、行ったんですけども、まあやっぱ一番まずびっくりしたのは雪ですね。雪がもうとにかく、まあ、積もること自体地元はやっぱ痛みは珍しかったんで、もう雪見たくねえよっていうぐらいの雪に囲まれながら冬は過ごすことになったんで、肘とかで見る雪上ノックっていうのは、はいはいはい、本当にやる、いやあれガチですからね、雪上ノック、あれはほんまに恐怖です。まあもうそんなハンデとかそんなものはねえんだ、もうやるんだもうっていう感じで、あのもう本当にまあグラウンドも一面もう雪ですよ。めちゃめちゃ積もってるから、みんなで練習前にトンボで雪を端っこに寄せて、だまあ柔らかい積もってる雪を全部避けて出てくるのはまあデコボコの氷ですよ。デコボコの氷の上でやるわけですよ。でもう監督もこんなのもうこの中で普通にやるっていう感じ、だからもう普通に土の上でやるシードノックと一緒ですよ。パン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 打って、ピッチャーゴロに対しても普通にカーン打ってくるから、いやピッチャーが一番距離近いからめっちゃ怖くて、いやもうさ、もうだバウンドも入れる、デコボコのもう氷の上だからバウンドもイレギュラーしまくるし、もう怖かったって印象しかなかったですね。まあだからもう実際僕ボール当たって口の中ぐちゃぐちゃになったことあるし、その微妙にやっぱイレギュラーするっていうところのそういうこう反応だったりっていうところは鍛えられたかなとは思いますけど、だまあ冬になっても練習量はやっぱ落ちなかったですね。そういう部分でそのグラウンドで、グラウンド上でやるこう基礎体力とは別の部分で野球のこう連携だったりそういうものの質を落としたりっていうのはなかったと思いますね。これ厳密に言うといつまでキャッチャーと2つやってた？だ僕はそもそも僕中学時代もともとキャッチャーやってて、途中から投手始めて、投手とキャッチャー、まあ、ファーストとかまあいろいろなところを兼任しながらプレーしてたんですけど、で高校進むにあたっても僕はもうピッチャー一本でやろうと思ったから、うんうん、キャッチャーミットも置いて投手用のグローブだけ持って高校に進学したんですけど、まあもうすぐキャッチャーいなくてニーズ足りなくて、ちょっとキャッチャーやってくれ、キャッチャーもやってくれってなって、急いで父に連絡してキャッチャーミット送ってって言って、でまたキャッチャーもやりだした、キャッチャーと兼任でまたやりだしたって感じですかね。だから 僕基本的にだから練習試合とか、まあ週末もうダブルヘッダー、ダブルヘッダーとかも当たり前だったんで、だ自分がもう試合にこう中心でこう出るようになってからはもう結構だからピッチャー、キャッチャー、あとファーストとかも結構やったりとかですかね。ポジション的にはもうキャッチャーが終わったのは、終わったのはって言い方はあれやけど、キャッチャーとしてもあピッチャーに専念することになったのは2年の春、選抜の前ですね。
選抜直前まで僕キャッチャーもやってたんですけど、そこでたまたま他の投手の調子が悪くて僕は調子が良くて、で甲子園選抜で、開幕試合だったんですけど、そこでまあ先発する機会を、当時僕3番手だったんですけど、そこで先発する機会をいただけて、でそこでもう完投勝利して、でその次の試合で負けてしまったんですけど、僕そこでも4イニングぐらい多分投げて無失点に抑えて、でそこでもうキャッチャー終わりましたね僕は。そこからもう投手だけ専任になりましたかね。分かりやすいところで言えばボールのスピード、まあ、僕中学卒業するときに、まあ実際に測ってたわけじゃないんですけど、135キロぐらいまで出てたんですよね。で1年の秋に全国大会神宮大会で先発した時に141キロ、おお140キロ出せたってなって、で2年の春選抜の時に145キロ、まあ、その時ももう力み倒して投げたけどね、その力み倒して、なかなかスピードがね出る球場でやること高校時代もなかったから、でも力み倒してもうぐっ投げて145出たみたいながあって、でその春の選抜3月、まあ、4月3月の下旬とかで、まあ、やって、で甲子園8月ですよね。でそこで150キロ出たんで、その期間で5キロ、分かんない、なんでかは分かんない、なんでかは分かんない、成長期でもそんな伸びてないかな、身長は 2、3センチぐらい。成長痛に結構苦しめられた部分はあったけど、やっぱそういう時にまあ無理はやっぱしない方がいいかなと思いますね。で、まあ、中学僕入った時、小学校卒業の時も160ぐらいあって、でだからもう中学の間で20センチ以上伸びたんですよね、中学の3年間で。だその時にやっぱ成長痛は結構ひどかったですね。腰とかだよ、膝。いや膝、うん、膝がちょっと危なかったですね。僕 小学校の時からもうでも最後の方あったかな。でキャッチャーやってたから余計なんかもう膝の一部が壊死しかけてるとか言われたこともあったし。いつ？小学校の時。小学校の時に。はい。そう成長痛とかなんかよくわかんないけどキャッチャーやってて膝痛いってなって。壊死はダメだよ。壊死しかけてるって言われました。いやまあ高2の夏、まあ、自分も投手として出て、まあその前年から連覇っていう形になって、そこからやっぱまあ騒がれ出した、まあ自分で言うのほんま嫌やねんけど本当に嫌やねんけど、まあ注目され出した。でまあそこから新チームで、まあ、自分自身もキャプテン任されて、でまあこれ本当言いたくねえんだけどな、いやもうあの自分自身もこう結構雑誌の表紙とかでドンって載せてもらったり結構してて、まあやっぱ子供ながらやっぱそれを見るともう嬉しいですよね、まあ、自分が載ってて。でまあ高3の春はまあいろいろありまして出場辞退になった。まあ、その時も本当にまあもう自分たちではどうしようもなかったから、もう何とも言えんかったというのが正直なところで、でそこでも謎の自信があって自分たちに、まあそんなのもう分かんねえし何言ってんだって思われるとは思うけど、その選抜の試合とか見てて俺らこれ出てたら絶対勝ってたよみたいなのはみんなで言ってたんですよね、そのテレビ見ながら。それでも聞く人によってはただクソ生意気なガキが何言ってんだって思うだろうけど、謎の自信があったんですよね僕らその時。でその後ゴールデンウィーク青森遠征があって厚生学院で横浜高校とやったんですよ。横浜高校に負けましたね練習試合
まあ2年のゴールデンウィークから青森遠征っていうのができて、今までなかったんですけど、そこでだから2年のゴールデンウィークも厚生学院ともやったし、で3年のゴールデンウィークもそこでもやったし、厚生学院には負けてないんですよね僕ら。はい。船一回悪天候で船で行きましたね。一回は飛行機、一回は飛行機、飛行機確かで、しかもその2回目も飛行機飛んで、一回3年だから、3年だっけな、3年の時か、あ3年の時だと思います。悪天候で、でもバーって飛んで、夜飛んで青森着陸しようってなったけど、やっぱできねえってなって、こうなったり、こうぐるぐるやってたらしいんですよね。で結局それでもう一回苫小牧に帰って、そこからフェリーで行くっていうことをやりましたね。でこれ一つ、僕飛行機飛んでから、その一連のごちゃごちゃの青森着陸する、あやっぱダメだ、旋回苫小牧帰るまで僕一回も起きなかったんですよずっと寝てて、あ着いたと思ったら苫小牧に帰ってきてて、ちょっと待ってと思ってどういうことどういうことって後からその説明聞いて、だから相当疲れてたんでしょうね こうやって疲れてたんでしょうね。それ気づいてないんですよ僕、はい、それましたけどね。北海道大会優勝して、まあ、甲子園出場決めて、まあ、甲子園にも入ってきましたけど、まあ、その直前で、まあ、体調崩して、まあ、ウイルス性の胃腸炎で診断されて、まあ、点滴受けたり、まあ、やれも熱はあるわ、舌から止まらんわ、舌は止まらんわ、これ大丈夫なんかなこれ舌は止まらんわ大丈夫です。舌は止まらんかったっすね本当にやばかった。でももともと僕その秋からずっとキャプテンをやってきてましたけど、まあ、その夏のタイミングでその入場行進、その前年度の優勝校は優勝旗を持ってキャプテンが、あれって何十キロもあるんですよね。だからそれを持ってグラウンドを回らないといけないんで、ピッチャーでもし抽選でその時に開幕試合とか引いてたら、それをやった後にお前投げれないから、監督から相談されて、いやお前ここまでキャプテンやってくれたけど、でもこれあるからキャプテン変えないかって言われて、いやまあもちろんそれは最後までね、キャプテンここまでできて最後の最後、え最後の最後こうなんかいいところ俺変わんのみたいなのは多少やっぱありましたけど、でもやっぱでも実際そんなの持って回って開幕試合とかになったら、やっぱそれはそれでチームに迷惑かかるし、自分もそんなん嫌やったから、じゃあもう大丈夫ですってなって、僕はそこでキャプテン交代して、うん、でもね結構だから僕それはそれでね、僕はキャプテンじゃないっていうなんか扱いになってるのはやっぱ腹立つんですよね。だあのメガネの4番の子がキャプテンとして、メガネの4番の子がそうキャプテンでバンって出てるじゃないですか、いやここまでやったん俺やぞっていうのはやっぱありましたよ。だそのキャプテンのやつもリハーサルで持ち方分かんなくてえぐいことになってましたから、途中で疲れちゃってもこんなんなりながらだからやっぱりどう、はい、やっぱりなんか空気が変わってきたじゃない。変わりましたね。変わったよね。一番勢いを感じてましたね早稲田実業総実は。うん、だからどっかで負けてくれればいいのにと思いましたね思ってましたね正直ね、そういう勢い感じてたからどっかで負けてくれればいいのにとは思いましたけど、まあ大阪桐蔭ね、永田翔完璧に抑えたりとかしてたし、斎藤がでまあね、ハンカチ使ってハンカチフィーバーハンカチ王子って、もうそういう流れとかもやっぱありましたよね。だから非常にこちらとしてはやりづらい雰囲気になって、なんか知らんけどその大会前までは駒大苫小牧3連覇あるかみたいな感じだったけど、決勝の時にはなんかヒール役みたいな感じの印象になってましたね。だから
すごくなんか不思議でしたね。なんかまあ言ったってやってんの高校生じゃんっていうふうに今思うとやっぱ冷静だと思うと思うじゃん、うんうんうん、高校生なのにヒールもさ、そうそうそう、ね、ないけど、でもなんか敵っぽい感じなんかされてたんですよ。僕爽やかじゃないから、そしてしょうがないけどな、これはしょうがない、これはしょうがない。なんかスタンドもなんか7-3って言うと言い過ぎだけど、いやでも本当そうでした。でもそれまではどのチームとやってもでも僕ら歓声大きかったと思うんですよ。だから例えばじゃあ準決勝、あれ準々決勝東洋大姫路ってあった時、だって東洋大姫路なんてもう地元じゃないですか、兵庫県でも。それでも全然負けず、やっぱ北海道代表の僕らの声援っていうのはすごい大きかったと思うんですけど、でもやっぱ総実になると明らかに僕らの声援の方が少なかったですね。恐るべし。最後4対3だったじゃないですか。はい、あれ一発狙ってたんですか。狙ってないんですよね、あれは。まあでもそれもいろんな人に言われました。僕も楽天入った時とかにも、その先輩の選手とかにも、まあ、あの時ホームラン狙ってたよ最後とか言われたんですけど、まあ自分の中ではもうベストのスイングを、悔いの残らないスイングをしようと思ってしっかりと振ったっていうところですね。まあ、結構ありがたいことに、あのやっぱ甲子園の大会のあの決勝のあの場面を取り上げてもらったり、こう周りの人からこう見てたよとか、あの時すごかったねっていうのはお話はしていただけるんで、だからまあそういう戦い、そういう印象に残るゲームができたんだなっていうのは、やっぱそういうところどころで感じてはいますね。でも今思うと疲れてたのかなとかも思いますね。そのずーっと投げてきてたから、だってプロに入ったらすぐ150キロ戻りましたもん。だし、まっすぐの平均球速もボンって上がって、やっぱでも、まあ、フォームのバランス崩れたのは事実ですけど、いくら投げてももう何にも球速とかも出なかったけど、やっぱね、卒業野球部じゃあ引退してプロ入りました、じゃあやはり開幕しました、全然違いましたからね。やっぱ何でも投げすぎとかやりすぎは良くないんだろうなって思いますね、今は。雑誌、高校野球の雑誌とかって、まあありがたいことに大体表紙僕やなってたんですけど、その甲子園後、まあそれはそうなんですけど、甲子園後僕こんなちっちゃくなっちゃってたんですよ。もう表紙でドーンやったのがこんなちっちゃくなって、はあ、サブ扱いや残酷なもんやなと思って